沖縄物産のハエです。年越しそばは沖縄そばで、ということで、今日は湯がくポイントをお話ししましょう。湯がく時間は熱湯で1分で十分です。もう固ゆでって感じで湯がいてください。ラーメンのようにあまり湯がきすぎると沖縄そば特有のコシが抜けちゃいます。意外に湯がきすぎちゃう方も多いので、ここが一番重要なポイントです。乾麺やカップ麺より早くできちゃう沖縄そば生ゆで麺です。